教えてもらえ、教えてもらえ。お、素晴らしい。で、教えて教えて教えてっていうのを繰り返してた時に、次の次のテストではなんと70点とか普通に取るようになってきたっていう、それぐらい成績が変わるっていうのを見た時に、あ、これはすごく効果あるなと。特に教えた側の成績が上がるっていうのが非常に印象的ではありました。リフターチームは呼んでください。おー、なんで、はい、じゃあ